口癖。口癖は何やろ。あんまり思いつかないですね。譲れないこだわりは全くなくて、基本的に人に合わせるタイプです。買った洋服はバーゲンやってたんでニットを買いました。今ちょっとノートパソコンが欲しいのでノートパソコン買います。1億円当たったら、半分ぐらいは貯金とか投資とかにちょっと使ってみて、残りは海外旅行に行ったり、自分で貯めれないお金、自分だったら無理なことに使って